はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。現在はですね、長宗我部と中国地方の覇権をめぐって激戦中なので、これは引き続きやりながらというところなんですけども、ここがねかなり手こずりそうな感じがあります。時間がかかりそうな感じがあるんで、この先の展開を見越してですね、少し外交面の策をね先に打っておきたいかなというふうに思っています。まずは八橋は落としましたね。ヤバセか、これでヤバセって読むんだ。いやーちょっと読めないな、ヤバセ。まあいずれにしてもヤバセは落としましたね。ヤバセを落としておけばどうかというのもあるんですけどね。ヤバセを落とした軍勢を次どこに派遣するかだな。今一気にねガーッと攻め入っていますんで、あとはヤバセ城に敵の総大将明石、これが迫ってるんだな。54,000、これ信長の軍勢で迎え撃てるかどうかだな。戦場の上限が 13,000 になる、ここで明石勢を迎え撃ちましょう。俺に続け。で勝家の軍勢は備中松山城へ攻撃。岡山城は総敵が落としましたね。そしたら総敵の軍勢はこのまま先に進みます。片付けない。備中高松城、秀吉官兵衛水攻めで有名な備中高松城向かいます。で合算戸田城、合算戸田城はまあいわゆる雨子の本拠地があった場所ですね。でここはどうなるかというと、光秀が自ら陣頭指揮を取るのか。じゃあここは自分で合戦の指揮を取りましょう。ちょっと把握してないけどどっちに陣があるんだろうな。敵の方に陣があると、じゃあまずは敵の陣を切り裂くところからだな。先にね敵の陣を崩壊させておくとそれだけ有利に働きますからね。で敵の軍勢はこれを見る限りだと総兵数は 18,100、 そんな数に見えないけど、3,000、3,000、3,000、3,000、これ見る限り 12,000 だな。初期兵数は 12,000 で、ああそういうこと、総兵数は 21,700 なんで徐々に増えていく感じだな。で敵の方の配置は鉄砲隊が3部隊、鉄砲隊はちょっと厄介だな。となるとどうする、動きを止めるのがいいかっていうとちょっと微妙なんだよな。全軍突撃で敵の大将首を取るっていうの、いやーでもなー、まあここは天子常久の言うことに従っとく。なんかここで負けるわけにいかないんだけどな。ただそれにしたって鉄砲隊っていうのは邪魔くさくてしょうがないね。この攻め貴様に耐えられるか。まずはとはいえご命令を、都市の軍勢を迂回させて敵の陣を切り裂きましょう。覚悟せよ。味方は部隊数が多いんで、部隊数の多さをねうまく生かして敵を包囲殲滅するっていうのがいいかな。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。覚悟しろ。ご命令。で光秀もご命令を前線に出して、とにかく部隊数の多さで敵を翻弄しよう。強撃して敵の戦意を築きつつ
両翼の部隊を回り込ませて敵の陣を潰していくっていう作戦ですね。ゲチよ、覚悟せよ。始めるぜ。始めよ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。まあ、山の中での戦いになるんで、ちょっとね、敵の位置がつかみづらくはなってますけど。知れました。さあ、挑発が発動するのにもうちょっと時間がかかるんだな。挑発してくれてる部隊がどういう動きになるかっていう予想がちょっとつかないっていうのはありますけどね。さあ、行こうぜ。お覚悟願おう。覚悟せよ。ご命令、覚悟しろ。まあ、今のところ一進一退という感じなんだな。突撃できたね。ここはただ攻撃ができるはずなんで攻撃しちゃいましょう。さあ、行こうぜ。策がございます。ご命令を。ご命令を。ゲッチ、始めるぞ。ご命令を、覚悟しろ。ゲッチ、いざ進まん。まずは敵の陣を完全に崩壊させたいのと、敵はね、確実に削っていくっていうところかな。まず陣一つ都市が潰しましたね。こういうところでね、陣潰し要因で騎馬隊がいたりするともしかしたらもうちょっと楽に戦えたのかなっていう気もするんですけどね。ご命令、始めるぞ。敵の進行路になりそうなところに部隊をしっかり配置して迎え撃ちましょう。で、その間にこちらは敵の部隊を包囲殲滅するっていうのがいいかな。始めよ。見る者よ、覚悟は良い。配送させるだけでは済まないんで、このままね、敵を撤退に追い込みたいんだけど、そこまで持っていけるかっていうところだな。ここは敵の奇襲にあってるね。ご命令を。これは都市は敵の本陣を狙わせて、サダを急いで救援に向かわせましょう。我らの勝ち揺るがぬぞ。で、牧前はというと、ここは突撃を敢行しておきます。どうするかだね。敵の部隊、配送回送してる部隊を追うか、それとも一旦他の敵部隊に当たるか、ちょっと悩ましいですが、とりあえず都市が敵の本陣を潰すのが最優先だ。この策で勝てるはずだぜ。こちらが一枚上手のようですね。策がございます。そしたら2部隊で戦わせておいて、丹羽長秀の軍勢は覚悟せよ。一旦始めるぞ。一旦はご命令を。いざ進まん。戦場の中央に振り向けましょう。撃て。銃弾を放ってきてるわけだな。これがね、ちょっと邪魔くさくてしょうがないんですよね。鉄砲隊がね、
ご命令を。となると鉄砲隊に対しては張り付いちゃいましょう。で溝口隊を一体下げます。で数の少ない鈴木三太夫もちょっと下げておきましょう。覚悟せよ。この策で勝てるはずだぜ。この戦全ては我が小中です。どうする？これ天勝ねひさ主力なんで、主力はちょっと戦場の中央に戻した方がいいよね。油断したな。やりたい前へ。これで敵の本陣も含めて全て潰したので、あとは配送配送っていう感じでなんとか指揮削りで終わらせる。この策で出し抜いてくれよ。庭長秀の軍勢も既成崩しを出して、光秀の本隊もここで魚出をして、一気にここで敵の部隊を敗走させよう。で危ないのが利家の部隊なんだよね。利家の部隊は数が少ないんで、利家の部隊は戦場の中央に中央突破を図りましょう。ゲチュ始めるぞ。でもうすでに時間の問題になっているのが、中央に陣取っている部隊はもうどうでもいいので、あとは大将組、大将の部隊の指揮を削いでいきましょう。敵の居所知れました。配送するよね。やりたい前。やりたい、お願いします。策のある者がいるとのことです。始めるぞ。始めるぞ。これにて幕とさせていただこう。策がございます。庭長秀は利家の救援に向かわせよう。始めるぞ。これが我が策にございます。よし、これで敵の軍勢2万を光秀の軍勢が叩いてくれたんで、もう 2,3 個城をかすめ取りたいですね。あとは、明石武則の部隊と信長の部隊の決戦だな。ここは直接指示をした方がいいでしょう。24ヶ月の峠長野家だな。まあ、これは兵糧欲しいんで一旦結んでおこう。その間はしばらくはね、長宗我部との一戦に全てをかけましょう。明石隊以外はまともな人材は敵にはいないでいいかな。俺がやる。そうするとだ、こちらの方は進出鬼没奇襲特化部隊を用意しておくと、まあいいでしょう。これでいこう。ただ敵にこちらも同じくね、陣があるんで、陣潰しはしていかなきゃいけないですね。で陣潰しをする上でなんですが、どうする。まず、いや陣はこちらにあるじゃん。こっちだね、陣があるのはこっちだ。であれば、敵が陣に迫ってくるのを見ているだけで済みそうだな。まずは、大谷義継が鉄砲隊なんで、鉄砲隊を制射できるような位置に持っていこう。で、飯尾隊を陣の前に陣取らせます。まさにね。覚悟せよ。覚悟せよ。で毛利勝長隊、覚悟せよ。ご命令を。で信長の本隊、始めよ。嵐木村重の隊で中央の守りを固める。で一方右翼の方は信秀 でさらには横山隊、これも出しておこう。ゲチ
始めよう。都会までしちゃいますか。これでいいでしょう。俺に続け。川を渡ってくる、都会してくる部隊をね、鉄砲隊とかあるいは川の岸で迎え撃つというのが一番良さそうなんで、これで一旦様子を見ていきますか。敵の居所知れました。逃しはせぬ。ご命令を。覚悟せよ。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令を始めよ。ご命令を始めるぞ。ご命令を覚悟しろ。敵の居所知れました。やりたい、前へ。そうすると、まずは鉄砲で正射だな。鉄砲打ちかけよう。始めよう。ご命令を。で、毛利勝長の部隊と信長の部隊で攻撃で、荒木村重の部隊は足止め。ご命令を始めるぞ。我が策これに、我が策これに。突撃するような話じゃないか。お聞きください。信秀でも魚でしておけばいいだろう。敵のセンスは我が軍略よ。我らの勝ち。まあ陣があるんで無理に攻め立てない方が得策かなっていうところですね。今だと。やりたい、前へ。お、ただ突破されたな。横山隊がすり抜けを受けているんで、ああ違うね、村重の部隊だね。村重の部隊で後追いましょう。ご命令を始めるぞ。ゲチを始めよう。お聞きくだされ。始めるぞ。ちょっと右翼が数が足りてないかなっていう心配があるな。我が策ご覧くだされ。月よ、覚悟せよ。始めよ。右翼がね、しっかり機能してくれれば問題ないんだけどな。我らが意地見せてくれようぞ。まあ長宗我部はね、総勢20万大国中の大国、石田家よりも軍勢の数は多いんで、まず城の数をできるだけかすめ取るだけかすめ取ってね、敵兵の数を減らしていくっていうところからになりますからね。策のある者が揺り動く。さあ士気はガンガン上がってってるんで、このままだな。ご覧くだされ。鉄砲を打ちかけておきましょう。飯尾隊は陣を死守。毛利勝長隊はどうする。騎馬突撃でも入れとく。騎馬突撃を入れておいて、信長の本体、信長の本体3500、これは足止めとか特にする必要がないな。今は押してまいろう。村重の部隊は何ができる。突撃ができる。後ろから突撃して混乱させましょう。三宅隊はこのまま、横山隊も突撃する必要はない。川の向こう岸にいる敵を退治しておけばいいですね。信秀でも同じですね。あえて、突撃じゃない、魚でだったらしとこう。さあこれで敵のゲージ、繊維ゲージを削っていくっていう意味では押しているんで、敵の部隊であと2つぐらい階層に追い込めて、味方の階層がなければ距離がつきそうですね。敵の居所知れました。陣が1個やられるかな、このままだと。まずは一部隊改造、淡谷隊ですね。
村重の部隊が策のあるものがいるようです。奇襲攻撃を受けているけど、まあ村重なんて持ちこたえられるでしょう。十分に鉄砲打ちかけておいて、村尾隊はこのままここを死守。時には大胆に攻め込まねばな。同時に勝永の部隊は敵を追うんではなくて、新たに出てきている敵の部隊村上隊を撃ちます。信長の部隊も反転して明石武則の本体を狙う。村重も反転、武則を狙おう。三宅隊で毛利秀元隊は十分に撃破できるでしょうね。ちょっと心配な横山隊なんですが、横山隊は突撃をここでこそかけて、敵の戦意を一気に削り取りましょう。陣1個は捨てでいいね。このターンで決められるんじゃないかなっていうちょっと目論見があるんで、今は守るぞ。これにて毛利秀元逃げ切られるとちょっとまずいかな。今用心出しましたよね。毛利秀元逃げ切られるとこの回では決まらないかな。毛利元康も逃げ切り態勢に入ってるな。ここはね、なんとか逃げられる前に決めたかったんだけど、どう回想させられる。秀元の部隊は回想させられたね。策のあるものがいるようです。さあ、このターンで決められなかったのはちょっと残念だけど、とはいえだ、このターンで決められれば味方の回想なしで終われる。味方がね、一部隊でも回想すると一気に戦意ゲージが押し戻されてしまうんで、それは避けたいんですよね。ご覧ください、横山隊がダメだね。横山隊を下げよう。一度持ってくれるかどうかちょっと微妙ですけどね。お聞きくだされ、お聞きくだされ、覚悟なき者に負けはせぬ。あとは竹則の舞台をね、改造に追い込めれば一番大きいんだけど、荒木村重があと200しか兵がいない状態になってるんで、どうかな。明石隊を戦意を削り切れるかっていうのがちょっと微妙ですね。今は守る。まああと3ミリぐらいしか残ってないんだけどね。長宗我部の方の戦意ゲージは決着がつきましたね。これで長宗我部隊5万、大将明石の5万を離散させることができたんで、1つ2つ城を取ったら一旦兵を引くっていう戦いがいいかな。城は一城よな。秀元と池田長政、この2人はじゃあ登用しちゃいましょう。片付けない。どこまで攻め込むかだよな。ガッサンと太田城を取るんで、そうなると信長の軍勢は高田城まで取ろう。で、高田城まで取ったら一旦兵を引きますか。まあそこで講和ができるかどうかっていうのはね、また別問題ですけど、講和することを前提に。報告いたす。先月の収支だ。表情を始めましょう。まあ、金はもうじゃかじゃかね、ご覧の通り入ってくるんで問題ないかなとは思うんですけどね。良き考えかと。我が策をお聞きください。証券支援入れられる。軍事系ももうパンパンだけど、連戦自宅は入れとこう。決戦後に兵数が回復するっていうのは確かにね、大軍勢を持って一気に敵に侵攻するときは連戦になりますからね、どうしても。そしたらもう配属も委任しちゃいましょう。ここまで来たら配属はちょっと委任はできないか。どうするかだな。ちょっと悩ましいですね。取引を行いましょう。とりあえず鉄砲は買っておきたいんで。かしこまりました。鉄砲はガリガリ買います。ありがとうございました。どうしようかな。ちょっと悩みますね、ここは。
とりあえず人事はこのままにしとく。いやもう配属も委任しちゃおう。取引だけは自分でやろうね。歩兵も委任しちゃ、いや歩兵は残そう。自分でやろう。で外交なんですけども、まずは長野とは今同盟結んでるよね。できればね、長宗我部と戦って平げた後には、九州はもう外交でケリをつけておきたいなっていう思いがあるんだけど、親善を持ちかけるには遠すぎるって言われちゃってる。やっぱり長宗我部撃破しないとダメか。先に長宗我部だな。長宗我部に全力を持って当たるしかないっていうことですね。四国の方にも上陸を仕掛けていきたいところですね。そうなってくると、情けは無用。ガッサンとダジョウちょっと言えてない。ガッサンとダジョウはこのまま取りましょう。他愛もないものだ。そしたらここで一旦騎乗させよう。だいぶ兵もすり減ったんで騎乗させて、高田城も落ちるよね。この老いぼれに勝てぬのか。使いの者が来たようだ。長宗我部から交渉、洲本城石田県城と、よし、これはもう一度兵を引きたいところだったんで。報告いたす。そうすれば総敵をまずは騎乗。戻るぞ。で勝家の軍勢も騎乗させよう。6ヶ月後に再び長宗我部に対して戦線を布告していきます。その時は洲本城が味方 の石田側の城になってるんで、四国にもね部隊を送りやすい状態ができてるかな。あとはここに1個天神山が邪魔くさいんで、天神山も落としたいですね。まあ6ヶ月間っていうね期間の間に歩兵も一気に見直しておきたいですからね。報告しよう。先月の収支だ。金が全然なくなってるわ。そうなると取引でまずは兵糧売却しておいて金を作ろう。で今回鉄砲購入はちょっとやめましょうね。ありがとうございます。で歩兵を見直してもいいんだけど、この後長宗我部と連戦するんで、まあ一回一回歩兵見直しもちょっと面倒なんで、その点は一旦見直しはやめておこう。一気にガーッと進めていきたいけど、長宗我部はまだまだ城が多いな。九州は島津が、まあ、半分を収めてる感じになってますね。まあ、こうやって見るとね、すでに石田勢は大半を収めているんで、まあ、長野と24ヶ月の同盟が明ける頃には長宗我部との戦い大方蹴りをつけておいて、信濃方面に出兵ですね。でその時上杉とどうするか、北条とどうするかっていうのを決めていく感じかな。さらにはおそらく伊達がさらに伸長しているかなと思うんで、まあ、そこもね様子を見ながらになると思うんですが、まずは長宗我部を四国中国地方から駆逐していくところになりそうですね。はい、というわけでちょっと時間もいい時間になりましたんで、一旦ここまでにして、次回再び長宗我部との戦いに興じていきたいと思います。でその時はね、6ヶ月間時間を進めておいて、すぐに戦線布告できる状態にしてからまたプレイの方を再開していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのご援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の
収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。